そうだな。まずは身だしなみを整えないと。こんな姿で街に出たら笑われちゃうな。ロレンさん、何してるんですか？おお、マイトか。見ての通りだ。よかったらこっちに来い。朝から薪割りですか？ロレンスさんほどの方に誰がそんな頼みを。いや、そうではないのだ。昨日この宿の主人といろいろ話したんだが、もうかなりのご老体で、最近はこうした薪割りも一苦労と聞いたのだ。せめて世話になっている間だけでも手伝っておこうと思ってな。どうだマイト、お前も少しやってみないか？おっと、大丈夫か？すみません、こんなに重いものだとは。よし、薪を立てるぞ。あ、はい、じゃあ行きます。うわっ！おかしいな、ロレンスさんはあんな簡単に割っていたのに。マイト、薪割りは初めてか？はい。いいかマイト、無駄な力は入れなくていい。薪の真上に斧が当たれば、あとはその重さで。薪は自然と割れてくれる。そう、力まずに。そうだ、さすがマイト、飲み込みが早いな。ロレンスさんが的確なアドバイスをくれるからですよ、きっと。いやいや、礼ならこの少年に言ってくれ。彼のおかげで2倍、いや3倍早く片付いたのだからな。そんなことないです。俺まだまだロレンスさんに比べたらひよっこです。ひよっこか。しかし空を勇壮に舞う猛禽も生まれた時は皆ひな鳥ではないか。マイト、お前はもうひなの時期を終え、
自分の翼で飛び立とうとしているのだよ。何か情報が聞き出せればいいのだけれど。結局今日のところは収穫なしか。日も暮れたことだし、宿に戻ろう。戻ったか、マイト。遅かったじゃねえか。それで何か情報はつかめたか。我々の方は全くの無駄足だったが。はい、俺の方もさっぱりでした。村の出来事の話はこの辺りにも届いてるみたいですけど、銀の混沌のことは。そうか、やはりここではもう有力な情報は入手できそうにないな。なあ、いい加減見切りつけて別の町に行った方がいいんじゃねえか。うん、そうだな。明日の朝はここを立つとしよう。そうですね、俺もその方がいいと思います。別の町でだったら何か手がかりがつかめるかも。今日はもう遅い。聞き込みは明日からにしよう。だけどまだ寝る時間には早いな。何をしよう。